クレッグ・リートルは、ノースカロライナ州ダーラム出身のアメリカンフットボール、選手。ポジションは、ワイドレシーバー。ダーラムのヒルサイド高校の2年時には主に、テールバックとしてプレーした。垂直飛びで40インチ、立ち幅飛びで10フィート1インチの記録を出した。スカウト .com からは、全米12位の WR と評価された。彼には、ノースカロライナ大学、フロリダ大学、 ミシガン大学、ノートルダム大学、オハイオ州立大学、USC からオファーがあり、彼はノースカロライナ大学へ進学した。大学ではフットボールだけでなくバスケットボールのガードとしてもプレーした。大学4年時の2010年、NCWA の規定違反により試合も出場できなかったものの、2011年の NFL ドラフトでは二巡で、 クリーブランド・ブラウンズに指名され、4年間330万ドルで契約を結んだ。1年目の2011年12月のアリゾナ・カージナルス戦では、セネカ・ウォレスのパスを受けた、彼は76ヤードの TD を上げた。76ヤードの TD レシーブは、ブラウンズでは2007年に、ブレーロン・エドワーズが、デレック・アンダーソンから78ヤードの TD レシーブを上げて、 以来の記録となった。この試合で5回のレシーブで131ヤードを獲得した彼は1989年にエリック・メトカーフが記録した54回の記録を抜き、ブラウンズの新人としては1999年のケビン・ジョンソンの66レシーブに次ぐチーム史上歴代2位のレシーブを挙げた。この年、チームトップとなる61回のレシーブで709ヤードを 獲得 2td を上げた。その年の新人 WR としては、レシーブ回数で AJ グリーンに次いで2位、レシーブヤードではグリーン、トリー、スミス、フリオ・ジョーンズ、ダグ・ボールドウィンに次いで5位であった。2012年は全16試合に先発し、53回のレシーブで647ヤードを獲得 4td を上げた。2013年は、 13試合の先発を含む16試合に出場し、41回のレシーブで465ヤードに TD を上げた。入団から次第に成績が下降した。彼は2014年5月16日、ブラウンズから解雇された。2014年5月19日、オークランドレーダースと契約したが、8月30日に解雇された。10月14日に、 シンシナティベンガルズと契約を結んだ。この年は6試合に、出場6レシーブで69ヤードを獲得した。翌2015年2月27日、ベンガルズから解雇された。同年7月30日、ベンガルズと再び契約を結び、A.J. グリーン、モハメド・サヌー、マービン・ジョーンズに次ぐロースタースポットを、ヌデナリアス、ムーア、ブランドン・テイト、 その年のドラフト70指名のマリオ・アルフォードと争うこととなった。同年10月31日、出場停止中のボンタゼ・バーフィクトがアクティブロースターに復帰する際、ベンガルズから解雇された。2015年は1試合も出場しなかった。2016年1月12日、バッファロー・ビルズとフューチャー契約を結んだ。同年8月30日、 ビルズから解雇された。2018年6月14日、アリゾナカージナルスと1年契約を結んだ。同年9月1日、カージナルスから解雇された。ありがとうございます。